ようございます。今日は3月の琵琶湖2週目です。ようやく昨日から暖かくなってきて、昼間15度とかあって、今日は予報は18度。やっと春来ました。ということで、昨日から結構3メーターレンジで反応が出始めたんで、まあ今日も4メーターのレンジもやるし、3メーターの浅い側をやってみたいと思います。で、まあ狙い方としては例年、ね、やっぱちょっと浅いとこにはまあそれなりのサイズで、やっぱちょっと深いとこ4メーターから4.5とかは、まあプリが深場にいていつシャローに行こうかなっていうタイミングで深いレンジにいることが多いんで、まあ今日晴れ間の予報なんで、まあ4メーターでも少し深めのレンジを、まあね、ゴリグロドソーで狙っていきたいと思います。まあ今日もまだまだ水温多分上がっても10度いくかいかないかぐらいなんで、まあ、ワンチャンあればいいかなっていうぐらいでやっていきたいと思います。できます。ずーっと食っとる。いいんじゃない？これも。こいつも50あるわ。やっぱ春はクワセナジークローラ強い。こいつも50は来てるわ。春丸のみ。ということで、今回やってるジークローラネコリグなんですけど、まあ基本的にはハードボトム新芽を狙う感じでボトムを探る釣りでやってます。で、狙う水深はまあ水温が低い浅い地とかは4メーターぐらい、4から 4.5 ぐらいで、まあ、日差しが出てきて暖かくなってきたタイミングとかは3メーターっていう感じで、基本的に狙うレンズを変えてやってます。で、まあ一旦キャストしてもらって、ボトムついてる。で、ラインスラッグを優しく叩くような感じでやってます。で、新芽なりハードボトムにこう誘いながら感じたら止めて、バイトマっていう感じです。やっぱ春先琵琶湖、特に今年なんですけど、そんなにウイドがないないっていうよりも、例年より1週間10日間ぐらいちょっと遅れてるかなっていう感じなんですよ。冬が寒すぎたから。なんで程よく引っかかってほぐしやすいウイドを見つけたりとか、まあハードボトムがあるとこは絶対魚が回ってくるエリアなんで、そこでやってる感じです。
まあ、ジークローラーなんですけど、まあ、僕がメインに使うのは 5.8 で、今回釣れてるのはこの 4.8 インチ。まあ、その1インチの違いで食わせサイズ、まあ、よりちっちゃい方が食うかなっていう日は 4.8 インチで、魚のテンション高くて今日はスイッチ入ってるなっていう時はもう 5.8 でやった方が手っ取り早いんで、まあ、サイズも 4.8、5.8 をローテーションしてやってます。今回は 4.8 のコーストギル使ってます。まあ、いろいろローテーションしてやってます。はい、ということで今日はですね、晴れ間、3月の2週目、春の琵琶湖なんですけど、ようやく水温も上がってきて、クワセナジークローラーがハマってきたっていう感じの琵琶湖です。で、今回使ったのがジークローラー 4.8、 これは今ゴーストギルっていうカラー使ってます。で、今回はまあ、いつも DSR13 に使うんですけど、まあ、それと同じフックのガード付きタイプを今回は使ってます。まあ、ちょっとしたハードボトムや新芽狙うときにこの柔らかいガードがあることによってうまくかわして、その釣れるハードボトム新芽に絡めながらやれるっていう感じで今回はやりました。まあ、フックもワームのカラーと一緒で、まあ、ガードなしだったりありだったりローテーションしてやってる感じですね。やっぱね、春はね、食わせな猫強い。今回釣れたでかいやつもやっぱりシビアな状況ほどこのね、食わせな釣りがハマるっていう。ということで、ジークローラーネコリグ、みんなもやってみてください。猫50後半、今釣れた感じなんですけど、4メーターフラットのハードボトムに優しくふわふわこう動かして止めたら、でちっちゃいバイトがあって軽く効いてたらやっぱり軽く持ってくる、でもまだコツコツコツっていう感じで、でギリギリまで持ってかして合わせてきたのがこいつ。やっぱね、春は強い。はい、お疲れ様でした。ということで今日3月2週目、やっと感じれました。58、9
と5ジャンプ、合計2本5ジャンプ決めました。不安定な猫を行く。晴れ間はやっぱりこういうシビアな時は猫が強い。ようやく釣りも11度行ったかなぐらいで、春風で、ね、ようやく釣れたっていう感じでした。まあ南風、今日南西の風で結構真っ暗だったんですけど、まあ、春って南西の風が吹くと暖かくなるっていう風向きの予報なんで、まあ、今日はそれがプラスに働いたかなっていう感じで、まあ、今からねどんどん水温12度14度とか上がってどんどん釣れるようになるんで、まあ、チグヘッドのボトスをやったりね、トリグやったりいろいろしてみたいと思います。今日一日お疲れ様でした。